昨日も清原に続く2者連続のホームラン。強気の攻めになってますか。そうでしょうね。結構やはりストレートで勝負してますね。辻もそうでしたね。それから清原もそうでしたね。落ちて来てません。三振が去年165あったんですが、今年は110の変わって、昨日の満塁男もらえるチャンスってのは非常に多いですよ。デストラーデがスタートを切りました。ボールを後ろに出している。デストラーデは二塁を回ったところでボールを見ています。ワンアウトで二塁になりました。1位の数字になっています。この辺は当然森監督もデルタの鬼ですから、当然インプットしてですね、やってくるでしょう。石毛はショートゴロ。これはこの前半1回2回見る限りは広島のペースで当たってきてますね。そうですね、はい、先頭バッターヒット出ましたしね、1点固定するかも分かりませんしね。あ、対応が早くなった、ですから短い打点ですね、今日はまず功を奏しているというどこでしょう。今日の広島を見ながら、大井監督、2年前の日本シリーズに思いをちらっと馳せていらっしゃいます。打ち上げた、各ツーアウト。1回目のバッターボックスはフォアボールでした。ただ先ほど の走塁ミスについては小早川選手にすまないと謝ってまして、本人もですね、西田選手入ったと思ったようですね。ねえ、ちょっとこのスピード緩んだかも分かりませんね。ランナーがスタート。それから、1、2番、3番、まあ、この辺りのですね、スチールとこのビットをですね、随分、まあ、警戒してたみたいですけどね、もう外しに行きましたね。そうですね、やっぱり、ね、アレンです。全くね、昨日は広島山本監督のね、まあ、手と言いますか、サイン出す前なかったですからね、今日はよく手動いてサイン出してるんじゃないですか。昨日片岡さん、三塁側でした。どうぞ。今しゃもじを釣りましたけどね、あのしゃもじはですね、昨日今日合わせて6000本要請。そういえば本当に昨日は広島の応援団もちょっと意気消沈という雰囲気でした。各とね、伊藤のバッテリーをね、あれに対してやはりインサイドの際どいボールでね、どんどん押してきますよね。最後の1球で外へ持っていく、そういうふうな多分ね、リードしていくと思いますけどね。あそこのボールですね。石毛取って、